演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらまたまたネスレドルチェグストのカプセルをいろいろ買ってきたので、こちらを飲んでいきたいと思います。今回はちょっと下の方見えにくいんですけど、5種類あります。これを順番飲んでいくっていろいろ大変そうですね。大変ってなんだよって話ですけど、ね、ではまずはこちらスターバックスハウスブレンドから飲んでいきたいと思います。ハウスブレンドってことはこれが一番シンプルな味ってことなのかな、どうなんだろう、まあ、飲んでみれば分かりますよね。それではまず少々お待ちを。入れ終わりました。見た目はシンプルなコーヒーといった感じですね。では飲んでみます。やっぱりシンプルだけあってちょっとオーラ部分もありますが、美味しくいただきました。はい、続きましてはこちらメキシコチアバスというコーヒーです。はい、こちらですね。名前の通りメキシコで栽培されたコーヒーなんですが、メキシコのコーヒーってどんな味なのかな、やっぱり他と違うのかな。確か前にもこんなのあったよな、何だったっけな。まあとりあえず思い出すのを朝にして飲みますね。はい、熱いものにありがちな失敗やってしまいました。こういうの揺らすと本当にやらかすな。続きましては宇治抹茶。なんかここに来て輪が来ましたね。前にラテは飲んだことあるんですけど、宇治抹茶ってこの抹茶を機械で入れるってないですよ。抹茶アイスとかケーキとかよく食べてるんですけど、飲むことが意外にないんですよね。なので今回面白いです。いい色ですね。マグカップなら本当に似合わないですね。でもそうこれしかないんだよな。では飲んでみます。いきなり出てきた和の味、普段の食べる甘い抹茶とはまた違いますね。続きましてはこちらレギュラーブレンドカフェインレスがね、後ろ逆だ逆、はい、レギュラーブレンドがいるのなんですが、それのカフェインレスバージョンですね。というわけで夜飲むとかでもいいのかもしれませんね。では飲んでみます。カフェインなくても美味しさそのままだけど、ちょっと変化があった方が良かったかもなーって、それは求めすぎか。はい、ラストこちらエスプレッソインテンソ。これ水がちょっとしかなかったかもしれないですけど、見てくださったら分かるんですけど、おすすめは明らかに遅い少ない分量なんですよね。なんでなんだろう。少なくても香りを楽しんでくださいね。いや、少なくして香りを楽しんでくださいねってことなのでしょうか。では飲んでみます。なんでこんだけの量しか入れない方がいいんだろう。ちょっと不思議だなー。どうしてなんだろう、何でも分かんない。最初に飲んだスターバックスハウスブレンドは本当にシンプルなコーヒーといった感じで、今まで飲んでいたスターバックスに比べるとやっぱりちょっと地味な印象はありましたが、まず最初に飲む分にはいいかもしれません。だとしたら最初に飲んどけって話なんですけど、まあシンプルに甘味とかには本当によく合いそうだったので、こちらの点数とさせていただきます。そして続いて飲んだこのメキシコチアバス、これはなんか普通のコーヒーとちょっとどこが違うのか自分にはよく分からなかったですね。味が分かる人には分かるのかもしれませんが、自分はそこまでコーヒーに詳しいわけではないので、ただ美味しく飲むことはできるコーヒーでありまして、こちらも甘味とかには合う気がしますね。なのでこれをこちらの点数とさせていただきます。そして続きましてこちらいきなり入ってきたバスはうち抹茶。ケーキとかの宇治抹茶とは違って甘さは全然入ってないので、シンプルにお茶の香りを楽しむことができましたね。コーヒーだけじゃなくこういうのもあるんですね。あ、前にもミルクティーやったか。でもこういう風なものを飲むことができて本当に嬉しいです。ドルチェグスト、コーヒーだけじゃなく和を楽しみたい人にもおすすめですね。もうこれも結構水の量が少なめなので、少ない方がより風味を楽しむことができると思います。自分はちょっと入れすぎたかなと思ってしまいましたね。なのでこちらのテストさせていただきます。ちょっと自分の失敗もあって上がらない。そしてこのカフェインレスコーヒーも先ほど紹介したスターバックスコーヒーと同じで、シンプルですっきりとした味わいですね。カフェインレスとは言っても以前飲んだレギュラーブレンドと味は遜色なく楽しむことができましたので、本当に良かったです。うわ、ちょっとコップいっぱい入れてましたけど、これ半分ぐらいの量でしたね。ちょっと失敗したなこれ。なので本当にやった時にはもっと香りが楽しめたかもしれません。というわけでこれもこちらの点数とさせていただきます。てか4点しか出してるんじゃないか今回。そして最後のこちらエスプレッソインテンソ、これは確かに香りとかそういうのは強かったんですが、そこまで強烈にくるわけでもなかったですね。なのでよく言えば少ない分量で楽しむことができるんですが、悪く言うと物足りないっていう部分がありましたね。自分はもうちょっと飲みたいかなって思ってしまいましたね。次もうちょっと入れてもいいかなと思いつつも、おすすめこれっていうのがどうしても引っかかってしまうので、こちらの点数とさせていただきます。やっぱり最初はおすすめに従うと思うので、そのおすすめが外れてしまうとまあ好みがあるんですけどね。というわけでスターバックスじゃなくてネスカフェドルチェグストのカプセル、いろいろ今回は飲んでみました。でもまだ種類があるんですよね。でもうちの新寄りにある小売店だと他の種類が見つからないんだよな。家電量販店とかスーパーとかドラッグストアとかいろいろ回ってるんですけど、もうあとはネットで買うしかないかな。いや、そんな愚痴は一人で言えよって思われたかもしれませんが。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。